はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。こんにちは。本日はスクルースロッシャーベッチュ。あら、はい、スクスロー、うん、これはね、予想だにしなかったね。まあ前回、はい、最強武器、リッターを使って、そしてその最強リッター使いである、ピョンが最強武器と、はい、言ってるスクルースロッシャーベッチュ。フローチャートが遠いな、ちょっと。いやだから最強武器使いがこの武器が最強って言ってるけど、はい、こっちの方が最強なの、うん、実は。じゃあ、よく使えよって話になっちゃうからな。まあでも、まあ、強いイメージはもちろんありますけど、うん、ただやっぱなんか自分で使うと難しいっていうのは、またあるイメージはあるな、スクスロって。どうだろうね、ちょっと、俺も普段全く使わない武器だから。うん。うん、バケツともなんか違うもんね、その必戦とかとも。まあ、ちょっと、あれ遅いよね。あの、弾の速さ。弾速が飛ぶ速さも遅いし、うん、連射も遅いし、だからちょっとブラスターに寄りだみたいなことを聞いたりするんですよ、うん、それをどんなのかっていうのをちょっと使ってみると、うん、まあまあでも使えば最強なら分かるんじゃないですか。はい、まあちょっと使ってみてね、はい、やっていきましょう。はい、やってみましょう。はい、バッテラ。はい、さあバッテラでございますね、バッテラでスクスーロ。あら、相手の必戦で、X がいますけど、リッターと。さあ、ただちょっと戦い、バッテラーとか戦いやすそうっすよね、スクスロは。この射程とこの高低差。左から突っ込んで死んでるっていうね。なるほど。それはまずいよ。まずいよ。いやー、傘ってどうなんだ、当てるのかで。ナイス。いい速さ、いい速さ。やっぱジャンプがね、スピーディーですよ。ナイスだ。うん、ナイスだけど、あ、内側。あ、北京。あ、いいね。必須で届かないね。うまいこと。マウント。うーん。スフィア。さあ、これは一旦落ち着きたいね。落ち着いてみんなで打開したい。落ち着かせてくんないね、味方が。味方がやられちゃって、味方のってなんで。敵の猛攻に。これはね、相手が素晴らしい。ナイス、閉じた瞬間。さあ、カウントはまずいです。激まずでございます。さあ、はぁ、上打った。塗りは、でもどうだ。ローラーがやりに行けるか。いい味方。素晴らしいね、粘りだね。いや、リッターかな。やっぱ橋上取ってあげないとなるな。なるほどね、橋上はやっぱりお互いに取りたい場所ではあって、これはね、ちゃんとやっぱり潰してまいりますよ。しかし猶予はあるんでね。いきなり苦戦いきなり厳しい戦いさせられてるなあ。ナイス。もうかなり相手がグイグイ来るタイプの戦い。いいよ、いいロボム。場所がわかる。やっぱこういう場面で、でもまあ有利な時は着地って結構いい感じか。使い道はいっぱいあるね。不利状況をひっくり返す能力はないけど。なんかいますよ。降りたよ。そっか、降りていいのか、あいつは。いいわ。暴力的だぜ。ナイス。これはやれないね。うん。そっか、X もやりづらいのか。着地狩りは。うわぁ。うわぁ。ナイス。ナイス。ナイス。2枚。いったそれジャンプ持っていけるか。かもった。ナイス、ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。素晴らしい。いいよ、いいよ。さあ、残ってるよ、まだ。一発パチン。直は痛いよ、だいぶ。なんかいるね。さっきからあの人が裏入っては、スフィって。いいよ、ナイス、下がらせ。でかすぎる。ナイス、帰らせない。エリアが取られそうだな、こっち。まずいですよ。ナイス、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 ナイス。右寄りだ。意外と塗り範囲が、ま、炭酸のこの速攻性もあって塗り範囲いいですね。ああ、もう全員いた。あれもいいや。素晴らしい。
さあ着地がたまりますね。あーいいよ、一人しかいないよ。よしよしよし、これもらったな。これいくか、このまま前行っちゃう、前行ってればいい。あ、ここのね、スクスロが一番やだ。よしよし、おお、とりあえずね。かなりね、最初ヒヤッとしたけど、うん、これナイスですね。そうだね、よくあのカウントから持ってったね。うん、スクスロの感覚は今のところ、んスクスロの感覚は、スクスロ感覚って何、使いやすさというか。いや、まあまだ全然慣れてないけど。はい、バッテラー、はい、さあバッテラー行きましょう、どんどん、うん、さあここのね、スクスロの、まあ、何よりね、感覚ですよ。感覚を捉えるローラーっぽい感じはしないの、どうですか。全然、だって一角武器じゃないし、ね、潜伏もそんな別に強くない、うんうんうん、必戦とかともだいぶ違うとだよね。まずブラスターとか、あ、サプライズさんが、さあ手前が来た。さあこれはでも味方が塗ってくれてますね、広く取ってるね。うんうんうん、あ、これ死ぬな。あら、さあジャンプがねスピーディーに行えるというのはあるんですが、ここは一旦です、一旦。あれ、5人も死ぬな、見られてる。あ、でも2枚よく持ってった、持ってった、ナイス、いなそう、いいよ。うん、やっぱ直のね気持ちよさがあるね。だけど、あっ、難しい、出方むずいな、やっぱ。あんま近くに行かない方がいいんかな。適正のやっぱ先端ぐらいで戦うのが一番良さそうだな。全然わかんないですけど、スクスロも。初心よな。いや、まあもう一人いんのか。はーっと。でもブラスターを使ってると、ナイス、スクスロ似てるよっていう声がよく聞くんですよね。ナイス。先エリアだね。いいね、味方の調子も素晴らしいの。負けだね。素晴らしい塗り、まあ、塗りはそんなにやっぱ出せないけど、まあ、炭酸がだいぶでも縦に塗れますね。着って、とりあえず、めちゃくちゃもうとりあえずよ。ザッあ、ナイス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 、もう一人なんだ、もう一人奥行ってますね。レシット、あー、いい、この位置すごい強そう。それはたまらず帰りますわ。本当特殊な地形がなんか得意なんですね、本当にこの武器は。普通だったらこっちの方が不利っていう状況を覆せちゃう。あーらいいじゃない、ベシャッと、何で死んだ、ベシャって、うん、ナイスだね。おー、いいよ、アイディアトラッチ入ればかなりいいよ。ん？北京？うん、北京の上で今、ナイス玉が入りましたね。いいねー。え、なんだ？なんかが。なんかが。潜伏してたね。なので、あそこか。左手前で。これだけど、橋上取られるかな、これで。そうだね。橋上に誰かいるだろう。これいない。あら。それ壁行きたかった。いや、行けてるな。うん、やってきますね。いやー、今度潜伏してるんだよね、こっちにね。スルッと来てたね。さあ、ちょっとまだカウント安定しないね。ナイスナイス、でかい。お、ニオチ？いけるべさ。危ないよ。さあ、ああ、いいね、ペシって、うん、ナイスよ。俺かな、お、これは、さあ、このここがやっぱ真骨頂でしょ、スクスロの。あ、もうでもするとこのね、下から上がね嫌ですから、相手からしたら。木下潜伏、あー、2やってら、うわー、これ、うん、
見たことないよ、そんな軌道でやるの。強いね、あとは着地を持ってぴょん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 するスクイクちゃんと、ちょうど多分味方の方行って、またら、あっ、まあいいよ、無理よ。さあ塗られはしたけど、いやいやいや、うん、やっぱ直当てないとダメなんだよな。直必須ですね。この味方がいいね、硬いね、素晴らしい。なんかちゃんといいとこ来てくれてますね。あら、うん、頼もしゃー。10秒、もう無茶するしかない。あ、パス、あー、それそれがもう絶望的ピケン。わあ、いいね、なるほどね。やっぱ顔面一発入れとくの大事だね。まあそうだね、慣れんだな、うん、もうちょっと慣れたらもうちょっと、もうちょっと使えそうになるけど、うん、結構あんま似てる武器ない感じ、うん、ブラスターっぽいかなぐらい。振らないとちょっとダメだねこれ振り連ね、うん、うん、はい、バッテラストリートにて今日の週、はい、行きましょうか。さあ今日の集大成を集中してみせる試合。さあ今回はバッテラでのスクスロー、ぬっ、あら重たい相手、長えな。はい、長めが2人、こっちは大長はいないですね。3人長いから、ね、ガイルが長いですよ。あ、そうか、ラピも長いですね。これ飛んないとダメだね。おー、いいね。あ、でもこれは危ねえ。これね、うん、それね、その偏差、偏差下からヘチ。いやー、これ飛んないとダメだな。死んでいいけど飛んなきゃダメだったな今のは。やっぱ直取った時と取ってない時のキルスピードは全然違いますね。当たり前ですけど。さあこれは後ろ目なんで、はい、ねえ、ナイス。なんかそこいる。え、さあいけるか。帰った。ん、左回りぬぞ。いやー、相手もね、いいところ打ってきますね。さあ、やっぱそういう意味では難易度はだいぶ高そうだね。しっかり全力を出すとすると、出すというのを目的にするとですね。はい、待ってました？着地、これ、かられちゃうからな。やっぱスーパージャンプからの着地が基本に、基本的に強いね。まあ、特に長めの構成の時はね、敵が。結構いろんなとこから落としてますから。いや、便利。便利くん。これ便利だね。うわ、つっ！ない。さあ、戻って。回って、うわ、危ない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 。いいよいいよいいよ、ずっと回って。ここは耐えたいけど、うん、早いね。スーパージャンプ早いって便利だな。便利くんです。さあここ、センサーついちゃったけど、戦い、うん、ナイス、よかった、味方が止めてくれてた。さあ塗り返し、いいですよ。あとはここです。あ、いい、いいペース。やっと、やっぱ直当てないとなあそこ一発こ、はい、そこに収束しますね。直当たって、だ、直当ててるから、あの相手にした時脅威なんだね。相手はそうだね、直当たってないと死なないね。うん、受けてる側って直の音しないじゃん。うん、わかんないけど、ついてね、あれ直してたんだね。ナイスです。やろう、みんなでそれ。ね、なんでどうだ、どうなの。ダイ寄ってったね、一人でよく。いいよ、うん、ね、さあかすって、
いやー、うーマジ、うっ、ザッ、その味方をすり抜けてんのはどういう状況？まずはやつをやろうと思われました。なんですり抜けれるんだ。さあここは取り返したいね。ハンサー投げての、あ、なんか押しちゃった。あ、便利ね。なくなってる。うさあどうかね。いやこれ形だいぶ崩れてるな。うん、ちょっと手堅くはないですね。やれる、やれるやれる、ナイス、でかいなー。ノーさん、時間かけるのも悪くない。いいですが、いや、ちょ味方それカバーくれよ。なんで3人そこいんのに。カバーくれよ、いいよ、いいカバーだったけどちょっと遅かったけど、まあ、ザップしか触れんか。そうね、これはちょっと難しいところでございますけども、さあこのまま維持できるか。まずはインクアーマーが剥がれるの待つからのナイスですね。うん、あナイスだけどやっぱりむずいっていう。まあちょっと慣れないとダメだね。なんかそうだね、思ってたようにはいかなかった。うん、ちょっと難しいシステムでしたね。うん、よいしょ。いやこれも味方に感謝。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで、はい、はい、スクスロベッチュ使いましたけど、うん、え、出ました、なんかこう答えといいますか。いや最強じゃないね。そう、まあそこの答え出てる。うん、あら本当。いやでも分かんない、やっぱ、はい、引き出してあげれなかったかな、やっぱ性能を。ピョン君が言ってたってことはやっぱ直当てるもう前提で喋ってんじゃない。まあそうだろうね。俺直5回に1回も当たってなかったでしょ、多分対面した時の。あ、なもんだったかな。うん、まあやっぱ2回に1回ぐらい、少なくても3回に1回ぐらい当てないと。そうだね、うん、下手したらそのチャージャーとかのそのもうマシンで捉える系が得意な人の方がスクスロー得意かもしれない。いやマジで違うね、全然違う、うん、全然違う、弾速が遅いから。じゃあもうマジでマジで特殊な武器なんだ、そう考えると。うん、結構特殊だと思う。弾速遅いのに直当てなきゃいけない。まあ、ただやっぱ相手にすると厄介ですからね。うん、スクスロベッチュは。なるほど。また使う機会はあるんですか。まあ別にいいんじゃない、使っても。そんな中ストレスはなかったよ。ああなるほど、うん、まあ、使って楽しい武器でもあるという、うん、はい、ぜひとも皆さんもスクスロベッチュ使ってみてください。はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。